八丈島の朝は早い。まだ午前6時だというのに気温は30度を超えている。若者たちはまだ走り始めたばかりだ。これから彼らの熱く長い一日が始まろうとしている。真夏の八丈島でトレーニングに励む彼らは、俳優の千葉真一氏が主催するジャパンアクションクラブの門を叩いた俳優の卵たちだ。テレビや映画で胸のすくようなアクションシーンを演じたいと夢見ている。あの塩見悦子も真田広之もジャパンアクションクラブから巣立っていった。ジャパンアクションクラブにとって灼熱の八丈島でのトレーニングは一つの伝説になりつつある。その伝説の主人公は若者たち自身だ。いかにも現代的で利己的な若者たちが自己を極限にまで追い詰める過程の中で見事に変身していくドラマだ。それは紛れもなく青春という幻想に対するチャレンジに違いない。7月21日朝、竹芝桟橋から若者たちを運んできた船が今八丈島に近づいていく。これからどんな1週間が待っているのかまだわからない。メンバーを指導する千葉真一をはじめジャパンアクションクラブのリーダーたちにとっては恒例のトレーニングだが、若者たちには全く未知の体験なのだ。到着した日の夕食の時だった。メンバーたちは初めて来た八丈島の明るい雰囲気と仲間意識が盛り上がって賑やかに食事をとっていた。特に普段からひょうきんな西田は大砲感に浸っていたようだ。食後まずカウンターパンチを食らった。遊びに来てんじゃねえんだからお前ら、わざわざお前ら教えに来てんだ。俺はもう少し教えてもらう態度取れよお前ら。はい、はい、お前ら飯食うためにこの合宿来てんじゃねえぞ。飯なら3分で済ませろ。飯食いながら話すのは10年やからもう。もっと気を使えよ飯食いながらでも。明日からの態度見るけどな。いや、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。メンバーたちの間にちょっぴり残っていた甘い気持ちは2日目の早朝ランニングで見事に蹴ち飛んでしまった。朝とはいえ亜熱帯に属する八丈島の太陽は強烈だった。しかしここでへばるわけにはいかない。トレーニングは始まったばかりなのだ。岸壁10メートルから飛び込みの練習が始まった。これもアクションには欠かせない基本トレーニングだ。はい、次青山みのるです。残るは冬樹一人だけだ。新幹線やってんだろ、ちょっとやってけ。
体を締めて。はい。頑張れ。頑張れ。しっかり、しっかり。ビビるな。行くぞ。最初の試練を克服した冬樹に息つく暇もなく、もっと辛い試練が待ち受けていた。よーい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい。一日のトレーニングの締めくくりに補強体操が行われ、早朝5時半からのランニングに始まって、午前午後2種目の特訓の後、みんなへばっているはずだ。お願いします。鍛錬に鍛錬を重ねた肉体と精神はあらゆる演技を可能にする。肉体は俳優の言葉であると千葉真一は言う。どっち走ってんだ。はい、はい、ダッシュダッシュ。はい、はい、はい、いいよ。はい、ありがとうございます。藤沢冬樹は女優の道を志してから千葉真一の付き人を務めている。普段から千葉真一の信念に触れている彼女、ここで落ちこぼれになりたくない。足かけて、お、あるけどね、頑張って、あと2メートル。みんな歩いてるぞ、お前だけだぞ歩いてないの。よし、はい、次、はい、頑張っ、お願いします。3メートル、はい、あと50センチ行け。はい、2メートル、はい、はい、よし、ありがとうございました。ほら、手のすぐ開けないと飛べないぞ。頑張れ、一回止まるな、頑張れ、さあ頑張れ、頑張れ、さあ、はい、ちょっとストップ、頑張れ、じゃあそこまで出ちゃう、頑張れ、普段は千葉に付き添ってスタジオからスタジオへの移動だけ。新体操で鍛えたはずの体力もこの激しいサーキットトレーニングに耐えられないほど低下していたのだろうか。お願いします。はい、入った、入った、もう立ち上がれなくなった冬樹、精神力が尽きてしまったのか。トレーナーや千葉が心配して様子を見に来た。
頑張れ。腰なのか。どこだ。言ってごらん。痛いとこ言わないとわからないんだよ。で腰だな。はい。分かった。ちょっとじっとしてて。ここに痙攣来てないな。大丈夫。はい。力じっくり力抜いてごらん。はい。それで大きく深呼吸してみて。はい。力抜いて。全部力抜いて。力抜いたら痛くないね。力抜いて。こっち伸ばして痛いのか。横になったからって。このままでいいな。乗っけるの。あれ持ち。もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫じゃないからみんなで心配しても。もうちょっとお休みで。はい、しっかり内もも伸ばして。以前痛めた腰がこのトレーニングでまた再発したらしい。何のために自分が今日こんだけ疲れてるのかね、よく考えて。冬木の精神力が萎えてしまったのではない。冬木は自分への悔しさと憤りで胸がいっぱいになっているはずだ。目標やめ集合。はいはい、基準コロ。ちゃんといたわけだ。はい、そしてあまり人に迷惑かけない。はい、かかると思ったら早めに動いてください。はい、どうしてもやむを得ない時はね。はい、はい、ですから、少しの時間でも体が凝っている人は体をしっかりと伸ばす。はい、はい、具合の悪いとこは具合の悪いように自分でちゃんと治療しておく。はい、はい、そして明日また万全な体の調子で臨めるようにしてください。はい、はい、ありがとうございました。なんていうか激しい訓練なんでびっくりしてるんですけれども。いやでも明るいですよ、いつもより。佐田さんのことはやっぱり元毎日吐いてましたね。着替えられなくて。でもね、それがすごく今になってみるとありがたかったから、そのままお返ししてるだけで。やっぱり自分もそうやってもらわなかったらね、きっと
もっと違った形になってただろうし、だから先輩にもらったものを今そのまま返してるっていう感じでね。先輩には返せないですからね、そのまま後輩に渡すだけ。小雪はこの日確かに一つの壁を乗り越えた。それから一週間、冬木は絶対愚痴をこぼさなかった。問題は形を作るよりも先にまず心を作ってほしい。はい、はい、よし、はい、姿勢正してはい、本日の稽古を始めます。お願いします。はい、立って。はい、手よ、ビルの窓拭きで日頃鍛えている青山は、この八丈島でのトレーニングが想像以上に厳しいことを感じ始めていた。華麗なアクションスターを夢見る西田も青山と同じ心境になりつつあった。はい、ただ座り、よし、よし、よし、青山くん、はい、出てきなさい。はい、頑張る。青山が突然高木師範に呼ばれた。組手の相手に選ばれた。このトレーニングでは極真会空手を取り入れている。極真会空手は史上最強の空手と言われ、稽古も本当に当てる実践的で激しいものである。マネースって言わないと。マネース攻撃していくから。はい、よし、ほら、明日よし、はい、勝負、よし、よし、よし、どうした、頑張る、頑張る、お願いします、はい、勝負、はい、勝負、よし、どうした、待ってたら稽古にならないぞ。はい、よいしょ、ごめん、痛くない、痛くない、そんなの。やりました、よし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 、青山が今感じている痛みは何だろう。よいしょ、お願いします。木原、はい、出てこい、組手しろ。いいよ、はい、その後両手、うん、引けて、足痛めたら技出して、うん、あの、正確に手握ってやるね、はい、危ない、
今長官と組手をしている井原はこのメンバーの中では目立った存在だった。それは彼が自分という人間を前面に出すことが多かったからだ。井原はトレーニングの間教官に対していつも従順だったわけではない。井原が仲間たちから支持されるのは彼が決してへこたれずに最後までやり抜く根性があるから。井原が教官に向かっていく姿にメンバーたちは自分をダブらせていた。いつもいつも厳しく辛く当たる先輩や教官たち、それに果敢に立ち向かっていく井原は今や小さなヒーローだ。自分への励ましなのだ。やめやめ、立て立て、やんだやんだ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで参ったと言わずに戦い抜いた井原、メンバーたちは井原の健闘に拍手を送った。しかし高木師範から意外な言葉が返ってきた。別にね、井原じゃなくてもよかったの。本当は誰でも、みんながこう持ってるそのこの野郎とかバカ野郎とかね、あの野郎とか、そういう気持ちをまず取るっていうか、自分自身が無になるっていうか。はい、はい、毎日稽古して毎日空手の稽古しかしてないんだから強いのは当たり前だ。そういうのに向かっていく勇気とかそういうのは大切だけど、だけど素直に倒されたら参りました、ありがとうございました、言えるようなそういう人になってほしい。もうずっと言い続けて、はい、精神的な心っていうのはなかなかできない、一日や二日でできることじゃない。だからお互いにこう助け合ったり、ジャックみんな仲間になったり、大切なことだと思うからね。はい、はい、して倒して、はい、本日の稽古終わります。ありがとうございました。殺陣はアクションスターにとって必須のトレーニングである。時代劇の絡みに欠かすことはできない。千葉真一自らが手を取って教える。ジャンドリアダメだよ、そしたら打って言ってるだろ、切ろうと思って止められたんだろ、跳ねられた、もう一度どっか切っていこうとしないんだ、はい、跳ねられた、もう一遍いやしゃー、その切っていく距離が近いといけないよ、はい、
つまりここで打って刀はここをちゃんと通るけれども体はこっち取っていってあげるの。そうそう、ちゃんと芯が取りやすいからね。これは刀はここをちゃんと切っていってあげる。それで自分は避けてこっち抜けてあげる。はい、そしてリアクション、はい、ね、はい、受かります。切られたリアクションがない、ちゃんとリアクション。はい、はい、はい、痛いだろ、その痛いのよく覚えとけ。はい、はい、痛いだろ、はい、そこ打たれるんだ、本当は切られるんだぞ。はい、次はトランポリンを使っての切られ方のトレーニング。芝居心が加わるからだと全員が生き生きとしている。やはりスターを目指す卵たちだ。まだ待ってるな。よし、はい、このままだ、このまま。最後に残されている課題はスキューバダイビング。今その準備にかかっている冬木、飛び込みテスト合格でスキューバダイビングにチャレンジする。今度の八丈島でのトレーニングの目標の一つは全員がスキューバダイビングの初級ライセンスを取ることになる。今日は最終テストの日。初心者が覚えなければならないマスククリアートレーニング。もし水中でマスクが外れても直ちに対応できるようにするためのトレーニングだ。冬木が今そのマスククリアーに挑戦する。水の中のこの苦しさも今の冬木には耐えられる。アクアランドの一本のレギュレーターを二人で使い回すバディブリーディングという訓練、西田と青山がコンビになって取り組む。二人の息が合っていないとできないトレーニングだ。佐吉先輩が上級者のトレーニングに挑む。ダイビング中にアクアラングが外れたという設定で深い海底に落ちていくアクアラングを拾うという危険なダイビングだ。実際のダイビングやアクションの撮影中に起こるかもしれない事故として想定されている。このウルトラシーを見事にクリアできた。皆さん全員完璧に合格です。スキューバダイビングは全員が興味を持って最後までやり遂げた。テストに合格したメンバーは千葉真田を先頭にダイビングツアーに出発した。八丈島の海中は絵のように美しい。日本中からダイバーたちがここへ集まってくる理由がうなずける。まさにスキューバダイビングの醍醐味だろう。千葉真一が八丈島という大自然をトレーニングの場として選び取った理由が分かるような気がする。都会にいるときは人間がうようよいるもんですから、人間のありがたさとか友達のありがたさとか、その分からないんですよね。ところがやっぱりこの間今回もこの海に連れてきたのに、海の中で5メートルのところで死というものが隣り合わせにいると。大自然とはそれほど大きなものであり、恐怖のものであり、怖いものである。だから二人で手をつないで大自然に負けないように生きていこうよ。その時にやっぱり人間の
二人 の心の通じ合いみたいな、そういうところに人間の優しさだとか思いやりだとかっていうものが出てくるんじゃないか。そういう大自然というものにいつも直面させて、人間っていうのは友達とは大切なもんなんだよということを、まあ、少しでも分からして、そこになんかちょっとキザの言い方かもしれませんけど、人間って弱いもんなんだから、お互いに人間は愛し合っていこうじゃないかという部分を養いたいなと思ってるんですけどね。全てのカリキュラムが終わって千葉以下メンバーたちはスイカ割りを楽しんだ。中の何人が生き残ってスターへの道を進めるか、まだ誰にもわからない。一人もスターになれないかもしれない。しかしもし挫折することがあっても、この合宿で厳しい試練に耐え流した汗と涙は決して無駄になることはないだろう。